皆さんこんにちは、木下まりあです。今日お送りする動画は先日韓国に行ってきたんですけど、そこで美容の施術をしていて、ずっとダウンタイムがある状態でお送りしてて、今もまだ若干こう残ってたりとか、顔がめちゃくちゃ腫れてるんですけど、まあそういうのは一旦置いといて、実際に韓国にカウンセリングに行くところから、施術が終わった直後のもうパンパンに腫れた半端ない姿まで全部映してるので、よかったら見てってください。で、実際に何をしたかっていうのはこのエンディングのところでお話ししようと思うので、ご覧ください。はい、おはようございます。今日はラミチェが終わった後というか翌日なので、結構肌荒れてますね。荒れてるというか、まあ、ダウンタイム中っていう感じです。そんな今日はヒット整形外科というところにカウンセリングに今向かっています。韓国はね、屋内はマスク全然外して OK みたいなんで、外してる人も結構いいですね。とはいえちょっと朝なのでそんなに人通りはないんですけど、ヒット整形外科はなんか傷跡が綺麗な先生が、もともとララ整形外科っていうところから独立して作られた整形外科で、今回やりたいのが眉下切開という、ここをねちょっと切って短くするような施術なんですけど、よく傷跡が残りやすいって言われているので、傷跡が残りにくい先生を探してカウンセリングを予約しています。良さそうであればもうやっちゃおうかなというふうには思ってるので、なんかその様子とかもお送りできればなと思います。なのでちょっとラミちゃんの後の肌のダウンタイムのリアルな感じと、今のこの顔覚えててもらえればなと思います。ヒット整形外科、ここです。このビルの9階。今から先生のカウンセリング受けようと思います。こういうカウンセリングルームに通してもらえて、通訳さんと先生で、カウンセリングを行っていただけるって感じです。今日相談したのは眉下切開と顔の脂肪吸引なんですけど、一応さっき室長さんに言われたのは、眉下切開よりも、ここちょっと開けた方がすっきり見えるんじゃないかみたいな、ちょっと目が重くて眼瞼下垂っていう、なんか二重の幅矯正しながらやるっていうの私嫌だっていう風に伝えたので、結構オリジナルのこの目の幅が意外と気に入っているので、それがやばいね、ダウンタイム。これだいたいラミチェに行くと1週間ぐらいは肌がなんかダウンタイムですねって感じなので、また具体的に先生の話を聞きながら決めていきたいなみたいなところです。はい、先生のカウンセリングの様子はちらっとこの後映せたら映したいなと思います。はじめまして、こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします、ね、はい、最院長です。じゃあマリア사인이시고、지금고민인게어떤부위죠？今悩みである部位がどこですかね？なんかちょっと目が重たい感じがしてるのと、あと全体的になんか脂肪が、なんか笑った時とかになんかこう左右差があるの気になります。일단눈이무거운거랑웃었을때전체적으로지방이약간비대칭이렇게조금차이있는거죠。자왜터질때보다살왜아껴때보다살왜터질때보다살아껴때이거는좋을것같고일단은先生、今眉下切開のこといいかなと。あ、本当ですか。先生、ピロやった時ね。근육이좀큰편이네。で、筋肉が大きいタイプですね。잘안보이겠지만이렇게보면여기가이제근육이거든요。で、よく見えないと思いますが、今先生が目指してるところ、その部分が筋肉です。なるほど。リラックス。リラックスしててください。力抜いて。이렇게今先生が目指してる部分턱을들어보면顎を上げると훨씬더얇게나거든요。もっとスッキリになりますよね。余ってる皮膚があるんですね。그렇죠。
이거를 이제 줄여줘야 결국에 눈이 무거운 거랑 처진 게 해결이 될 텐데. 그 부분을 스크나크 시나키야. 제일 좋은 방법은, 그러니까 제일 먼저 생각하는 방법은 이 절개를 해서 쌍꺼풀 라인을 만드는 거. 하이, 수술 당일은 아사데스. 지금 병원의 마취에 맡을 ところですね. 시간은 9시 반です. 10시から 아마 수술이 入るんじゃないかなと思います. で、 ちょっとビフォーアフ見せられたらいいなと思うので、ちょっと映します。手術前です。まあ、気になってるところをお伝えすると、このちょっと皮がかぶってて、私はまぶたが結構なんか皮膚が余ってる感じがするのと、なんかちょっと目の開きが重いんですよね。でも眼瞼下垂っていう二重幅を作りながらやるっていうのをやりたくなくて、ちょっと眉下切開を今回検討しました。あとは笑った時に左右の非対称お肉のつき方がちょっと違っていて、でなんか左右笑った時に顔が非対称なのと、真顔の時にちょっとここ頬骨のところになんかお肉がこう分かりますか、若干こうポンってここが出てるんですよ。これ頬骨ではなく、頬骨もまあそうなんですけど、ちょっとお肉がついてるんですよね。ここのこのなんていうんですかね、こうボコってなるここがめちゃくちゃ気になってます。あと横向いた時のこのたるみがめっちゃ気になってるっていう感じです。はい、このあたりがちょっと解消されればいいなと思います。では手術頑張っていきたいと思います。はい、手術直後の顔です。大変なことになってます。念のため記録。はい、日本に帰ってきて施術後3日目の様子です。結構この辺はピキピキしたりとかすごい硬くなってるんですけど、一番特徴的なのはやっぱりここじゃないでしょうか。脂肪再配置をしちゃってて、ちょっと青たんが出てるんですよね。こっちはなんともないんですけど、まあここさえ除けば正直ちょっとぽっちゃりした女の子ぐらいのイメージで乗り切れるんじゃないかなっていう感じですね。まあ、マスクしてしまえば意外とここも隠れるので、ごまかしながら普通に仕事しちゃってるんですけど、まあ、そんな感じになります。では、眉下切開の方ですね。全部取らせていただいて大丈夫ですか？お願いします。では、茶色のテープ一つお渡ししますね。はい、ありがとうございます。ぜひ、通話してください。はい、今日はアフターケアにインディワケアプラチナムさんにお伺いしました。もう絶対ね、美容整形のねアフターケアはねここに通うって決めてるの、店長のエミちゃんなんかもう本当に腫れがやばいんだけど。いや、そんな腫れてない。え、本当？その内出血がやっぱちょっと出てるから、うん、それでちょっと痛々しく自分でも思うんだと思う、うん、そんな腫れてないけどね。嘘、なんか個人的にはさ、この辺がさプニプニしてるよね、きっとね。でも多分他人というかその外で会う人たち、うん、みんな多分顔見て脂肪吸引した人って分かんないと思う、うん、え、嘘、分かんない。そんなに腫れてない。マジ？うん、ちゃんと輪郭があるから。本当？じゃあちょっと今日ケアしてもらって、この内出血をさ早く終わらせたい。そうね、赤いね、まだ意外とこれ全然さ化粧で隠れなくて、そう、ね、困ってるの。ちょっとデコルテから流します。はい。なんかさ、まだまだ脂肪吸引のアフターケアでインディが通うっていうのさ知ってる人少なくない？いや、そうなんだよね、本当にそうなの。なんかインスタから流れてくる人が最近増えてて、うんうんうん、知らない、知らなかったですって言われる。そう、ああ。今ちょっとマリちゃんの顔触ってるんですけど、うん、まあ、ちょっとフェイスライン吸引されてて、このねフェイスラインがすごい硬いんですよ。やっぱりちょっとね顔スッキリしてるなって私最初思ったんですけど、やっぱまだ硬いってことはまだスッキリする、うん、これ感じがする。完成は困る
そう、ちょっとね、やっぱ吸引後って拘縮って呼ばれる硬いものができるんですよ。で、まあその拘縮がなくなってやっとすっきりするので、まだ硬いうちはちょっとやっぱりポチャポチャっとしてるんですけど、それがなくなればしっかりすっきりするんで、ちょっと柔らかくしていきます。やっぱインディバーテと全然違うよね。ねえ、ちょっと触ります。いつからさ、どんぐらいの頻度で当てるのがおすすめなの？一応推奨してるのは4日から7日に術後そう、うんうん、開始して、それをまあ 4,5 回から7回とか8回、うんうんうん、まあお客様のその状況によって全然違うんだけど、うん、もう早い子とかほんと4回とかで卒業される。へー、まあ、卒業どのタイミングに持ってくるかによるんだけど、うんうん、はい。で、今現在がこれを撮ってるのが10月の19日なんですけど、施術したのが9月の30日なので約20日ぐらい経った感じですね。3週間ぐらい後なんですけど、まあ顔自体も腫れていて、完成というふうにはまだ言えないかな。あと2週間ぐらいちょっとかかるんじゃないかなって思うんですけど、まあ、大方、すごくひどい状態ではなくなったのかなと思うので、この動画を撮っています。で、実際に何をしたかっていうのを詳しくお話ししていこうかなと思います。で、今回、韓国でやったのは、まあ、アンチエイジングだったりとか、もともとあった悩みを解決するような施術で、まず一つは、眉下切開をしました。近づいたら分かると思うんですけど、傷跡あるの分かりますか？3ヶ月から半年ぐらい、ちょっと傷の状態見てなんですけど、もう少し、赤みが落ち着いてきたら、アートメイクで隠そうかなと思ってるんですけど、やっぱ眉下切開はちょっと傷がね、残りやすいって言われる施術なんですけど、なんで眉下切開をしたかっていうと、もともと前の動画とかを見てもらったら分かるんですけど、私結構まぶたが重くって、なんていうかね、眠そうな目をしちゃうんですよ。半目っていうか。で、それがずっと気になってて、目の開きがちょっと重いなっていうのとか、まあ、なんかその疲れやすいなとか、やっぱ表情管理とかが動画撮っててもすっごく気になってて、で、ずっとやりたいなって思ってた施術だったんですけど、やっぱり傷跡が気になるのと、日本だと30万とか40万とかするので、韓国だと大体10万前後なんですよね。なので、韓国に行けるようになったら、絶対にやりたいなと思っていて、で、久しぶりに、3年ぶりに韓国に行ったので、やってきました。で、結果、まだ傷跡が完全に治った状態じゃないんですけど、ものすごく綺麗に縫合していただいて、正直、赤みさえ切れれば、私的には全然気にならない程度になってきたので、本当やってよかったなって思います。あと、本当、こう映像じゃわかんないかもしれないんですけど、周りからは、すごい、目の印象が変わったって言われるぐらい、パッチリ目が開くようになって、あと、自分がずっと気になっていた重い感じとか、まあ、まぶたがちょっと二重に被さってて、二重がはっきりしないところとかも、めちゃくちゃ改善されたの。見て。どこ？そうだねとしか言えないと思うんだけど、あと私は個人的に眉毛と目が近い人の方が好きなので、例えば加工アプリで写真を撮った時とかは結構眉毛を下に下げて近づけるような編集をしてたんだけど、目と眉毛が私の理想通り近づいてすごいいいバランスになったなと思って、最高にやってよかった施術だなと思うんですけど、今そのリザベンっていう薬を飲んで、これケロイドを抑制するような薬なんですけど、これを飲みながら、やっぱ赤みを抑えて、傷が盛り上がらないようにケアしながら、あと数ヶ月は過ごしたいなと思います。まあ仕上がりとしては、今まだ若干、やっぱまだね、むくみが目元もある状態なんですけど、現状ではめちゃくちゃ満足してます。先生ありがとう。って感じですね。で、次になんですけど、眉下切開をやって、で、さらに、目の下の脂肪再配置をしました。ツイッターで数年前に、載せたんですけど、私、目の下のクマ取りをやっていて、脂肪取りですね。笑った時にすっごくここがポコってなるタイプだったんですよ。なので、それを銀座のクリニックさんで撮っていて、それね、ツイッターに上げた当時ね、200件ぐらい DM いただいて、で、DM を同じ文章で返しすぎて、クリニック聞かれてたんですけど、返しすぎて、
ツイッター赤バンされちゃって、そう、数ヶ月間ツイッターが使えなかったので、わざわざ弁護士使ってツイッター社に解除してくださいみたいなのを送ってやっと解除されたんだけどまあそういう過去もありつつ、でその目の下のクマ取り自体はめちゃくちゃ良かったの。あのボコってなってるのはなくなったんだけど、逆にここにある脂肪で隠れてたクマが顕著になってきちゃって、コンシーラーで隠さないと若干なんか暗いな、グレーだな、黒いなみたいな感じがあったんですよね。ここ 1,2 年ぐらい気になったの。だから目の下の脂肪再配置って言って、今回顔の脂肪吸引したんだけど、取った脂肪をまあなんかちょっと綺麗にしてここにうっすら入れたので、まあクマの上に一層脂肪を残すみたいな状態にする施術をしたんだけど、それで今反転してるけど左側だけ青タンができた状態になりました。この青タンがね結構長引いちゃって、いつもは脂肪吸引のアフターケアで乗ってたようにインディバっていうのに通ってるんですよ。でインディバに通うと結構促進されて青タンが早く引いたりとか脂肪吸引のアフターケアもないんだけど、で今回ちょっと仕事が立て込みすぎてまだ全然行けてなくって、なので結構ダウンタイム長引いてるのはあります。もし青タンとか脂肪吸引の腫れとかを早く引かせたいみたいな人は術後インディバに通った方が多分綺麗に早く仕上がるとは思います。私もねちょっと合間見つけていきたいなと思ってるんですけど、まあそんな感じです。で言ったようにその目の下の脂肪再配置、クマをちょっと隠す施術と、あと脂肪吸引やってきました。で脂肪吸引は前に別の動画で言ったんですけど、顎下自体はやっているので、こことここの辺ですね、この辺をやって、で糸を入れてたるまないようにしています。で変わってなくないって思うじゃないですか。これマジで腫れてます。大きさで言うと術前と同じぐらいよりもうちょっと腫れてるんじゃないかなってぐらいなので、脂肪吸引自体って皆さん1ヶ月とかでシュッてなるイメージあると思うんですけど、実際はだいたい本当に腫れが引くのに3ヶ月から半年ぐらいかかっています。で顔の脂肪吸引をした理由としては、今回は正直眉下切開だけで行ったんですよ。でも麻酔するんですけど、睡眠麻酔があんまり得意じゃなくて、どうせだったらもともと気になってたコンプレックスのこの辺の顔がパンパンなところ、まあ、太ったっていうのもあるけど、もともと痩せても顔のぽっちゃり感というかムクムクした感じみたいなのはあるタイプなので、そんなに変わらないんですよね、痩せたとて。この際脂肪吸引しようかなと思ってこの辺を脂肪吸引しました。まあこの辺のなんか腫れみたいなのは本当に数ヶ月かけて取れていくものだと思うので、もともとねぽっちゃりしてた感じだからさ、あんまり違和感ないでしょ意外とねみんなから顔の腫れそんな気にならないよって言われてるから、まあまあまあいっかみたいな、元と同じぐらいだったらいっかみたいな感じで結構割り切ってるんですけど、もうそもそもねめちゃくちゃ硬くてパンパンなの。だからこれがなくなったらすごく顔がすっきりするんじゃないかなと思って期待しているところです。なのでちょっとこの辺の感想はまあなのであんまり感想は言えないかなって思うんですけど、まあ眉下切開とクマ自体は多分この青タンがなくなりさえすればすごく気に入る結果になったんじゃないかなと思います。でなんで今回その韓国でやったのかとヒット整形外科を選んだのかって話なんですけど、コロナになる前は月に1回以上韓国に行っているタイプだったので、そもそも韓国の美容外科はめちゃくちゃ回ってて、当時やりたかったのは鼻の整形なんだけど、まあ、今もやりたいけど、でもう多分ね日本と合わせたら多分10件ぐらいはカウンセリングに回った経験があって、でその中で友達の付き添いだったりとかで韓国のクリニックに行ったりとかもしてたので、多分ねクリニック自体はね30件か40件ぐらいは回ったし、カウンセリング見たんじゃないかなって思うんですよ。で特にすごい傷跡が綺麗っていうのが私の中では大きくって、眉下切開は特に傷跡が残りやすい施術なので、今回は傷跡が本当に綺麗って言われてる先生のもとでやりたいなって思った時に、
何個か思い浮かぶクリニックがあったうちの一つがヒット整形外科の先生でした。なんて言うんですかね、仕上がり、値段より仕上がり。韓国の美容整形外科を選ぶ理由にみんな値段って言うんですけど、いやもちろん、前に言った通り値段がすごく安いのもあります。多分半額から3分の1ぐらいでやれるのあるんですけど、私は傷跡なんですよね。あとアフターケアが充実してるっていうのが一つ選ぶポイントにありました。はい、なのでちょっと顔の雰囲気が若干変わったんじゃないかなっていうのは、ちょっとニッチな私の視聴者さんは気づいてくれるんじゃないかなと思うんですけど、すごく気に入りましたって感じです。なので私的にはちょっとしたアップデートというか自分のコンプレックスを少し直して、人生を豊かにするような施術だったかなと思ってお気に入りです。でもしこの出来上がりというか経過があんまり良くなかったら全然あげるつもりなくって、案件でも何でもないし個人的にすごい気に入った病院で自分の気になる施術をしてきただけなので、全然誰かにやった方がいいよっていうわけではなくって、こういう感じで仕上がったよみたいなシェアができればいいなと思って動画を上げました。まだまだダウンタイム続いてるというか、私的には仕上がりこれからもう少しかかる予定なんですけど、今現状3週間ぐらいのレポが皆さんにお届けできるかなといいと思います。はい、この動画がいいなと思ったり、もっともっと美容情報上げてって思ってくれた方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。